ちょっと大物ゲスト呼ぶか。こんちゃんおいで。はい。こんちゃん見ての通り、全盲でございます。全く目が見えません。小学校2、3年の頃にね、あなたはこれからゆっくりと時間をかけて目が見えなくなっていきますよっていうふうに医者に宣言されて、大好きなドラクエをやめようかどうか悩んだ末に、どうせ見えなくなるんだらやろうって言って、ドラクエ漬けの日々を送りながら、そして見事予言通り20歳の時にね、完全に光を失いました。それからはいろんなとこクビになったり、なかなか仕事を見つけるのも大変だったり、いろいろやってきたんですが、ある日アキラライブにやってきて、いきなり前に出されちゃったわけだよね。はい。原宿かなんかで。それ以来なんと今ではアキラライブ5、60本年間来てます。日本中、北海道から沖縄までね、ライブに来るようになって、こんちゃん自身は天才マッサージ師なんですね。触っただけでその人の人生が読めてしまうような、だからカウンセリングマッサージのように、カウンセリングしながらマッサージするこんちゃんのマッサージが大人気になりまして、それで俺のライブで俺が一生懸命歌ってるその横とかその前とかにね、ひどい時にはね、そこら辺でマッサージして金を稼いでしまうという、人を呼んで小判ザメ商法という、アキラライブを利用して稼いでるという、はい、この冊子は全盲の旅人こんちゃんの人生物語、はい、そしてその上にサブタイトルが読むといいことがあるっていうふうに書いてありますね。僕のマッサージを受けると運が開けるよっていうふうに宣伝してる悪徳開運商法と呼ばれてますね。こういうアキラライブのポスターありますね、かっこいいですね。そこにいる青い髪の毛のゲゲゲの鬼太郎、札幌の田中氏の天才カメラマンが撮ってくれました。しかしこれを開くと、じゃん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 、俺よりでかいよこの顔の面積は明らかに。ついにコンちゃんのオペラが幕を切りますよ。生まれて初めてのオペラというのは、コンちゃんが自分の人生を自分の口で語り、そこに俺が歌をつけていくというね。今まで僕50本ぐらいいろんな人の脚本を書いて演じてきたんですけど、コンちゃんの脚本はもういい脚本ができたんだ。もう天才、俺天才だけど写真はだんだん小さくなってる。もう本当に利用されてます。